今日はユタボンについてジャーニーさんが話すみたい。私は日暮里問屋街に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユーたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。少年革命家を名乗るユーチューバーのユタボンっているじゃない。いるね、鼻につく関西弁のチビ。自身のチャンネルで時代が俺の言った通りになってるとか抜かしてるのよ。なんで？投稿選択性が増えてきて学び方の多様性が認められてきたからですって。そうなんだ。別の動画で時代がやっと追いついてきたって言ってるのも見たわ。ユーどう思う？なんとも思わないけど。どうして？小中学生による小中学生のための発言に興味ないよね、大人としては。そりゃそうだけど。ユタボンについて一つ大きな情報をゲットしたんだけど。なになに？不登校キャラの彼はずっとホームスクーリングで学んでるでしょ。専門家を家に呼んで多彩なジャンルの勉強をしてるのよね。そんなユタボンが最近ハマってるのがソロ版と習字。昭和完膚なきまでに昭和。 YouTube という時代の最先端で活躍するユタボンだから逆に古き良きものに惹かれるのかもね。あとクモンにも週5で通ってるみたい。そこは律儀に通うのね。革命家という名の洗脳ロボットが父親の呪縛から目覚める日はいつかな。